こんにちは、かおりです。今日は究極の能力開発というテーマでお話ししてみたいなと思っていまして、いつもテーマがね、どうやって決まるかというと、散歩中にね、あ、これお話してみたいかなっていう思うテーマが割と明確にね、くっきり決まることが多いです。はい、普段こうじわじわなんとなくこう心の中にこう固まってくるアイディアがあるにはあるんですけれど、それにね、くっきりとしたラインがつけられるっていうかね、カギカッコみたいな形がつけられるのがウォーキング中であることがね多いです。はい、アイディアがね生まれる瞬間ってその動いている時に多いと言われてますが、実際私もそうですね、自分自身が歩いている時以外にも、その動いている乗り物に乗っていて降りた瞬間とかね、いつもこう気づき得ないことがパッとね思い浮かぶとかね、はい、そんなこともあるので、ちょっとねアイディアに煮詰まったら散歩に出てみるとか電車に乗ってみる、いかがでしょうか。はい、で今日のテーマは能力開発についてですね。はい、で能力開発と聞くと、まず最初になんか自分がね一人でもう努力しまくるみたいなねイメージが湧くと思います。はい、で私がね最近なんとなく思うのはね、能力にあふれる人って、あふれたている人ってね、周りにいっぱいいるじゃないですか。例えば人になりたいなとかね、なりたくてもなれないとかね。でその能力をある人、いろんなこう夢を実現している、まあ、憧れの人を見ると、だいたい自分と比較して、なんかこう気持ちが落ち込んでみたり、次の瞬間はこの嫉妬心みたいなのが湧いてきて、そのせっかく能力にあふれた人、魅力にあふれた人が自分の周りに いるのに自分は落ち込むというね、そういう現象が多いかなと思うのですが、最近私が思うことは、人の才能は自分の才能ってね、として取り込んでしまう。それはね、自分の努力なしに、人が努力をして気づいたものを奪うとかね、それとはちょっと違うんですよね。なんていうのかな、他人は自分のコピーみたいな感覚で、コピーっていうよりも自分そのものっていうかね。で魂のね、この発祥地点っていう話から考えてみると、この話がね分かりやすくなるのですが、私は魂の発祥地点ねはゼロポイントだと考えています。はい、だからゼロポイントは、まあ、何よりもこう波動が高い、波動がマックス高いポイント地点で魂が発生しますとね、だから原始的に発生する時ですかね、無から生まれる瞬間みたいな時はそのゼロポイントで発生しているので、まあ、どんな宗教で言われる、神とかそのエンジェルとかよりも、本来自分の魂の発祥ポイントは高いと。はい、まず、これをね、まあ、ざっくり前提としますと。でそのゼロポイントは何ができるかといったら、その時空間をね自由に飛べる。はい、だからどんなタイムラインにも乗れる。はい、どんな時代にも生まれるとか、どんな人にもなれるものが、それが本来の自分であるとね。はい、なので自分の周囲に存在する人は自分自身である、別のタイムラインに乗っている自分であるというね、これもざっくりその前提を信じてしまうっていうかね、それを取り込んでしまうっていうかね、
まあ、これ実験でもいいんですよね。そういう前提で生きたらどうなるのかなみたいなね、まあ、実験を私はしていますとね、まあ、そう捉えていただいた方が分かりやすい話かもしれません。でその結果、その自分の心がねどういう状態になるかで、それが爽やかであればね、どんな前提を活用しようが取り入れようが、それ OK かなって思うんですよね、はい、なので才能ある人とか素敵な人を見たら、あ、もう一人の私なんだというね、はい、でこの前提で今ちょっと実験してみています。これでね、どうなっていくかを実験していると、とてもね爽やかですね。爽やかで、その焦りがなくなるっていうかね、その自分一人でクソ頑張りする必要がないっていうね、まあ、解放感っていう感じですかね、はい、だから嫉妬する必要もないし、その相手をもっと応援したくなるわけですよね、はい、それはもう一人の自分だから、はい、もっと成功してほしいし、もっと活躍してほしいという気持ちが、何の無理もなく自然にね、自然な形でそう思えるっていうか、そうみなしている自分がいるという、まあ、精神衛生上も、まあ、とてもいい心の状態にありますというね、はい、だからそのあなたは私とか私はあなたをもうちょっとこう具体的に分解して考えてみてるっていうことですかね、はい、だから、まあ、今私は人間で実験してますね。人を見て、これは私だと、はい、だから、まあ、こうなりたくないなっていう人も私ですというね。でそう考えるとね、まあ、憎しみっていうのはなくなるんですよね。だって自分だからね、例えばそのこの寒い時期に川沿いにいて寒そうにしてるホームレスの人とかね、それも自分だと考えると、なんとかしてあげたいっていうかね、あ、なんでかわいそうなんだろうっていうかね、まずなんかそういう気持ち、なんとかしてこの人がもっと住みやすい環境っていうか幸せな環境に行くことができないかなっていう発想がまず第一に出てきますとね、はい、だから人を嫌わないでいることってすごくストレスフリーなわけですよね、はい、だから自分と意見が違う人と出会ってもそれも自分なので、ああそうなのねってね、無理やりその考え方を変えてやろうとかね、対立しようとする必要が全くない、ストレスフリーな状態でいられますっていうね、はい、このテーマねちょっと難しいかなと思ったんですよね。言語化するとどういうことになるのかなと思いつつちょっとお話ししてみました。はい、最後までご視聴いただきアンカトーまたやります。ではまた。バイバーイ。